まず絞りの機能として撮るものを暗くしたり明るくしたりするんですねそれと同時に「被写界深度といって撮りたいものまでのピントが合ってくれる距離を絞りで調節することができるんですつまり通常ピントは一点に合わせますが実はその前後にもピントの合っている部分があるということなんですその ピントの合っている部分の幅を被写界深度というんですね。ここで絞り値という知識が必要になります。まず被写体に狙いを定めてピントを合わせてみてください。するとファインダーで f 五点六という数字が出ていますね。あ、本当だ。それが f 値。 というものなんですつまり絞りの単位になるんですねこれが分かると自分で設定できるようになってとても便利なんですこちらの表をご覧ください被写界深度は絞り値が大きいほど深くなり逆に絞り値が小さいほど浅くなります穴の大きさは数字で表します例えば F5.6 というように F「F+ 数値」で表示します。ということは被写体のみに注目して撮りたいなら絞り値を小さくすることで周囲の景色はボケやすくなって逆に周囲の景色も取り入れたい時は絞り値を大きくすることで全体がクリアに移りやすくなるってことだな。 その通りなんです。それからね。えまだあるのはい。露出補正と言います。いわゆる露出の微調整ですね。絞りを使って入ってくる光をコントロールして、被写界深度を確認して、さらに露出の具合を見れば、もうプロの領域ですよ。